はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。今日は、こちらだ。仮面ライダーエグゼイドのガンバライジングカードを30枚大人買いしてきた。何せ私は、ゲームコーポレーションの社長だからな。なあ、そうだろ、タートルファンタジー。お前にはこの報酬を与え。今日はいないのか。カードを1枚ずつ見ていくとしよう。はい、そんなわけで30枚購入してきました。で、いきなりですね、これ出たんですよ。キャンペーンの仮面ライダーレーザーバイクアクションゲームレベル1のレベルアップコンボだね。すごいね、いきなり出ました。そしてバーストさせると仮面ライダーレーザーハンターバイクゲームはレベル5になったね。そして2枚目がレーザーのレベル5、これ持ってった。で、ブレイブのレベル2持ってた。で、おお、アマゾンアルファ。これは持ってなかったですね、スーパーレア。これ嬉しいな。バーストさせると、バイオレントスラッシュになるね。はい。そして、ゲームのレベル3。仮面ライダーキックホッパー。この辺持ってるね。仮面ライダー1号も持ってる。あ、これ何気に持ってなかった。仮面ライダーエグゼイド。アクションゲームはレベル2。これ持ってなかった。バーストさせると、クリティカルストライクなんだね。なるほど。仮面ライダーディエンド、これ持ってた。シャドウムーン持ってた。そしてまたなんとこれ、びっくり、レジェンドレアのパラドックスが出ました。本当はクロノス欲しかったんだけど、なかなか出ないね、クロノスはね。2枚目です。そして、エグゼイドマキシマムゲーマーだね、レベル99。仮面ライダーゴースト無限魂。仮面ライダー V3。 仮面ライダーエグゼイドハンターアクションゲーマーレベル5。仮面ライダーディエンド。あ、仮面ライダーパラドックスパーフェクトノックアウトゲーマーレベル99、ノーマルの方だね。おお、そしてこれ、仮面ライダーポッピーのときめきクライシスゲーマーレベル X、 レジェンドレア出た。今回2枚目だよ。すごい、ポッピーのレジェンドレアちょっと嬉しいかも。バーストさせるとときめきピポパポピーム。次が、ポッピーのノーマルですね。これも持ってた。で、アマゾンニューオメガ、これも持ってるね。仮面ライダージョーカー、これ持ってなかった。ノーマル。バーストさせるとライダーキックだけ。エグゼイドダブルアクションゲームはレベル XXR だね。仮面ライダーフォーゼマグネットステイツ。仮面ライダースナイツスミュレーションゲームはレベル50。スカイライダー、これも被ってんな。仮面ライダーパンチホッパー、これも被ってんね。ブレードの仮面ライダーブレードジャックフォーム。お、そしてこれは仮面ライダースナイプのシミュレーションゲームはレベル50、スーパーレアですね。おお、持ってない持ってない、やったね。バーストさせるとドレッドノートブラスターですね。そして仮面ライダーゴースト無限魂で、最後が仮面ライダーファイズです。そんなわけで仮面ライダーエグゼイドのガンバライジングカードを30枚購入してきたんだが、まだ全部コンプには至らない。これはどのカードかを絶版にするしかないな。ということで、今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思うやつはいないと思うが、ぜひいいねボタン、高評価を押してくれ。そしてぜひお友達にも教えてあげてくれ。仮面ライダークロニクルを広げるんだ。それとチャンネル登録もよろしく。そんなわけで今日の動画は終わりだ。今こそ審判の時。That's it.